クソジジイの YouTube チャンネルコメント返しです。ガラケーが全盛期に着メロが流行りましたけど、あの携帯普及時代はアーティストも着メロ権利関係がどっさりな感じだったんですかと。そういうふうなものが流行り始めた頃っていうのはもうすでにだからこの貧富を離れた後なのかな、まあ、その後でね、なんかいろんな話、着歌とかも結構、作る仕事とかいただいて、でそれでなんか結構どっさりな感じのお金をいただけたりとかした時期もありますけども、着メロとかね、そういうのは全部権利関係とかは必ず支払われるんですけどもね、ビーズとかやった頃っていうのはカラオケの印税とかもあるじゃないですか。もともとはだからなんかアレンジャーに払われなかったやつが途中から払われるようになってとかつって、そういうふうなのはまあ当時あったんで、でその時になんかね、松本さんが普通の CD の権利の印税とカラオケの印税っていうのが大体と同じぐらいだと、まあ当時はね、今と比べてもっとカラオケを使う人っていうのが多かったんで、なんで同じぐらいもらえるんだよみたいな感じ話はした、あったんで、まあそれとどれぐらいなのかなって、ごめんなさい、よくわかんないです。はい、そんな感じで、次のコメントいきます。ありがとうございます。この話がですね、面白いなと思ったらですね、チャンネル登録をしていただけるとですね、チャンネル登録がですね1000人超えるとなんかいろいろといいことが起こるのでなんか、ぜひぜひお願いしたいと思います。よろしく。